おそらくお久しぶり。ナナのおじさん、いつもありがとうございます。さとちゃん、ハートありがとう。初見です、ずっと気になってました。まゆさん、ありがとうございます。じゃあこれからもずっと気になってください。よろしくお願いいたします。今日のファッションはなんかシースルーのシャツにこんなやつこんなやつです。そうです。さちちゃん、ハート100個ありがとう。もう秋物では、これは夏物かな。まだ秋服は着てませんし。あ、すごい、なんか猿がブランコしてた。まじまなちゃん、お猿さんありがとうございます。そうです、こんにちは。なんかさ、足の裏のなんか足ってこうあるじゃないですか。こっちが指先で、ここになんかさあるじゃん。ここが痛いんだけど、ここが、え、ここにさ指があるじゃん。こっちが親指だとするよ。こっちが親指で 1,2,3,4,5 であるじゃん。あ、違う、 1,2,3,4 であるじゃん。 1,2,3,4,5 かそれでこっち、そう、親指の下にさ、なんかさ、なんて言うんだろう、なんか丸っぽいやつあるじゃん。丸っぽいっていうのか分かんないけど、なんて言うんだろう、親指の下のところが痛い語彙力なさすぎて、なんか親指の下のところ、あ、母子球みたいなところ、そうそう、そこが痛い。骨かな、骨みたいなやつが痛い。母子球、それです、きっと。そう、母子球。母子球ってどこか調べてみる。母子球、母子球、あ、合ってます、母子球ですね。母子球が痛いってあるよ。面白いな。なんで、むずい。体育祭の練習は順調ですか。体育祭、そう、なんかなんかさ、体育祭の練習期間ですっごいレミ、あの筋肉がバッキバキについたんですよ。あのびっくりするぐらいついて、もうふくらはぎ筋肉だらけです。だからマジずっと筋肉痛だったし、もうね、もう治ったんだけど、今は5日4日ぐらい、5日4日じゃない、3、4日ぐらい、3日4日ぐらいずっと痛くて、もう足が歩くたび痛い痛い痛いみたいな感じで、もう大変だったんですけど、おかげで筋肉がすごいできました。え、なんかギュッと力入れないと出ないんだけど、わかんないんだけど、すごいね、すごいんですよ、筋肉ブッブッゴボゴに出てきました多分すごい効く、あの筋肉ができました。なんか足も若干細くなったんじゃないかと思ってる。待って、靴下焼けした、もしかして。ちょっとショックなんだけど、すごい。身長と足のサイズ教えて。身長は158センチで、それから一切伸びておりません。足のサイズは、まあ、靴のメーカーによっては違うんだけど、 23.5 とか24を履いてるかな。なんかでもめちゃめちゃ割と今年は白い方です。顔も焼けてないし、あんまりだけど、本当にずっと筋肉痛でやばくて、もう歩くたび痛い痛い痛いみたいな感じだった。ずっとそんな感じで、すごいしてました。治りましたけど。え、背高いですか。え、なんかさ、小学校の時に同じ身長の子がいたんですよ。その子が150、あ、わかんないけど、いたんだけど、その子とずっとほとんど中学生になるまで同じ身長だったんだけど、この前、めちゃめちゃこの前、つい最近、
たまたま今クラス違うんだけど、たまたま出会って身長を「えなんかレミちっちゃくない?」って言われたから、あの測ったっていうか一緒に測ったんだけど、そしたら全然あの違くて、全然本当に「えみたいな、レミはちょっと見上げてる感じだったからちょっとショックでした。そうなんか「えなんかレミマジで伸びてないんだ」みたいな、ショックです。めちゃめちゃこの前、最近、つい最近です。あと7センチ欲しいな。160は行きたかったけど、今もう伸びてないからさ、行かないんだよね、きっと。いやなんかよく背高そうに思われるんだけど、そこまでマジで高くなくて、ショッキングです。ショッキング。トマスター説ありえる。だけど、今日よく最近寝てるから、伸びてほしいんだけど、見ない。頑張れ、コノボさん頑張れ、ありがとうございます。そうなんか160は行きたかったな。なんか家族みんなレミ以外身長高いから、なんか伸びるかなと思ったけど、マジで止まりました。本当にいや、うん、ママもパパも高いし、お姉ちゃんもお兄ちゃんも高いんですけど、ここにまでは伸びるらしい。あ、そうなの?じゃあまだ信じようって感じで望みは捨てませんね。でも160はさすがに来たよねって感じだよね。せめての160。ちょっとなんか急に暗くなってきた。復活。チームエイトに入った時は156とか157だから、実質でも1センチとか2センチしか伸びてません。そう、白目では止まらないようにちゃんとポーズして、はい、止まりました。でもさすがに170はいらないんだよね。せめての162とかそこら辺まで行ったらレミは満足なので、そこまで行ってくださいみたいな。ノブス、カミスワさん、ハートありがとうございます。おーちゃんさん、だるまありがとうございます。サトちゃん、ハートありがとう。でも大人っぽくなって本当ですか。やった、ありがとうございます。嬉しい。ヒールでもいい。でもヒール結構履くから、ヒールこれぐらいの、今日も履いたこれぐらいのヒール、サンダルを履いてるから、まあ、それで身長持ってるんだけど、そう、ヒールはレミにとって大切なものです。最初の頃の配信のスクショは若い、わかる。なんかメイクもまだまだだし、笑顔もぎこちないし、なんかね、レミにとってはあんまり好きではない。ははははそんなヒールこけて履いてない、あ、違う、そんなヒール履いてこけないの。こけます。こけるっていうかグキってなる、歩いてたらボキってなるけど耐える、こけないように。そう、ギリギリを攻める感じですね。ケネッチさん、クリありがとうございます。そうだから恥ずかしいよね。なんかこう、そうそれで一番恥ずかしかったのが、なんか後ろにおばあさんかながいて、そのなんか普通に堂々と歩いてたら急にズキになってちょっと恥ずかしかったみたいな感じ。普段ヒール履くときはヒールっていうか、なんか厚底ピンヒールとかカツカツしたのは履かないけど、厚底をよく履きます。リミは身長を盛りたいので。かっちゃんさん、ハートありがとうございます。トリピーさん、綺麗だよ、ありがとうございます。そうだから、すごい超恥ずかしい思い出です。なんかさ、その場で誰かがいたらいいんだけど、笑い話になるじゃん。だけど一人だったら恥ずかしい。マグロさん、ハートありがとうございます。モバメのサンダルもかかとが高いね。あれね、そう、あれを最近よく履いてる。
ラメを撮ってくださってる方は分かると思うんだけど、あれを履いてるんですよ最近。夏は海のやつ、どれだろう、あ、これあれを履いてます。あれぐらい持ってます。何センチだろうね、これはでも8センチとかまだ全然わかんない。何センチでも結構漏れるから、そう、浜辺のやつですね。そう、リム TDC とかそういうランウェイを歩きたいという目標がありますので、はい、水さんクリありがとうございます。なんかモデルさんに憧れてるからこそ身長高くなりたいっていうのもある。もうちょっとだけ、そう、デルさん、そう、170ぐらいあるとね入るよね、モデルさんって。すごい高い方が綺麗に見えるし。リミは赤ちゃんなのにツインテールを全然してくれなくて悲しい何そのコメント、めっちゃ面白いです面白がっちゃいけないかなこのコメント。リミは赤ちゃんじゃないです、まずまずリミは赤ちゃんじゃない。ツインテールを全然してくれない問題についてはですね、そうですね、でも初期の方は壁車がツインテールだったからツインテールをよくしてたんだけど、なんかさ、ずっとツインテールしてると他の髪の毛をしたくなって、最近はツインテールをしてませんついちょっとやみたくなってみました。そうそうだけど不意にしたくなる。ちなみに好きです。最強ついてるね、最強ついてる、似合いすぎてキュンシス、バブみが深い。そんなことレイに言われたことないんだけど、そんなに赤ちゃんみたいなんですか。それはちょっと悲しい、赤ちゃんじゃないです。インテルまた見たいで、また絶対します、絶対にするので、その時は楽しみに待っててくださいなんでレミ赤ちゃんのイメージあるの、おかしい、おかしいよ、赤ちゃんじゃないのにさ。台湾ゴライさんハートありがとうございます。語彙力が赤ちゃん、それはちょっと否めないです。いや、そんなにでも語彙力なくはないけど、赤ちゃんではない。なんでだろう、謎い。高垣さん誰もありがとうございます否めない、否めないはすごい、それに敏感になってしまいましたね。みは否めないって聞くと秘めないだと思っちゃう秘めない。いやでも、あの、もうこうやって意識したら否めないって言えるんだけど、意識せずに秘めないわとか言っちゃうときめちゃめちゃあるから気をつけてます。高垣さん誰もやかありがとうございます。そう、佐藤ちゃんお星ありがとうございます。秘めないって言っちゃうよねみたいな。翔太さんハートありがとうございます。佐藤ちゃんも高垣さんもハートありがとうございますそうだから秘めないです、あ、否めないです。やっぱ漢字ってさ、音読みとか訓読みあるじゃん、だからそれが難しいじゃん。なんかちゃんとね、難しいよねそれ、嫌いです、唯一それが。勉強になります、本当に。なんかここ気になるんだけど、そう、うん、今日の前髪の調子が激悪です。そんなことない、あ、気
気にしないでおこう、否めないですよ。そう、間違って覚えると本当に抜け出せないので、皆さんは否めないで覚えてください。秘めないで覚えたらダメです。やってますか？Are you Japanese? Yes, I'm from Japan. In Tottori. Are you Japanese? Japan people. いなめないですよ。秘めない。ジャパニーズね。ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズピーポー、ジャパニアーズ。これからは秘めないって使っていこうと思ったのに、秘めないを知ってる方はごく一部です。レミヨシの方だけだからレアですよ。ちゃんとこの字なんて読みますかって聞いて、秘めないって読んだら、あ、レイのことよく知ってる方なんだって思う。何歳ですか？15。14歳で、もうすぐで15歳になります。本当にあと1ヶ月もないんですよ。はい、なんで盛大にお祝いしましょう。そう、秘めないって読めたら皆さんもうレミ組です。それは、お祝いしろってか、え、お祝いしてくれたら嬉しいなみたいな感じです。はい、ぜひ皆さんお祝いしてください。15歳、10代後半になりますね、四捨五入したら。レミタン検定で出題されますか？もちろんですよ。これは代表的な問題として出るので、さ、中3の先生がよく言う、これは入試に出るのでチェックしておいてください。それと一緒です。秘めないはレミ検定で出るのでチェックしておいてくださいって感じですね。代表的な問題となります。これからそうですよ。なのでそうです、蛍光ペンで LINE を引いてください。絶対出るので、毎年出てるんで、このナイフみたいな。あ、信州さん、ごめんなさい、信州さん、誰もありがとうございます。あ、焦げる、焦げるとはな、どういう現象かみたいなのも出るので、そう、ぜひチェックしてもらったらいいなみたいな。そう、蛍光ペンで弾くの良くないらしい。え、そうなんだ。じゃあ何で弾くの？だってさ、あれじゃない？何？じゃあ普通のペンみたいな感じで弾くのかな？みずさん、誰もありがとうございます。そうですよ、気になるんだけど、ここうねってるのか、固めちゃってるからさ、動かない、ね、前髪伸びたんですよ。だけどこの前切ったんだけど、ちょっとだけね、本当に1ミリ2ミリぐらい、まだ伸びてきちゃった。切らなきゃ。そう、青ペンで引いてる、今青ペンで引くのがいいって聞いてるので青ペンで引いてますが、どうでしょう。それもケープの紫使って固めてます。縄跳びで笑ってるんです。本当に聞きます、レイのオーナーエピソード。本当にちょっと面白いんですよ。我ながらちょっとこれはつぼりました、一人で。
あのね、お縄を体育祭の練習で飛んでたんですよ。そしたらあのだんだん回数数えながら飛んでたから疲れてくるんだよね、まあ、体力もさすごいじゃん。1,2,3ずっとあの飛んでて喋るから体力やばいじゃん。で普通にどんどん引っかかっても重ねていく系なの。1,2,3で3回目で引っかかったら次も 3から3,4,5,6,7,8で飛んでいくんだけど、それでもう後半ぐらいになって「あ、やばい、な次何だっけ?」と思って、次何の数字だっけと思って「32」って大きい声で言ったら周りは40とか言ってて一人ですごい恥ずかしい思いをしました。なんか結構レミあのめちゃめちゃ大きい声で言ってたから余計にみんなに聞こえるあれだったんですよ、声だったから。待って、次何もだっけと思って普通に自信満々で32って叫んだら40ぐらいでしたっていう話でしたから恥ずかしいと思って結構聞こえてたらしくて、みんなやばと思って違うんですよ、これは間違えたじゃなくて記憶が飛んだだけです、疲れすぎて。だけどもう柵から笑いが止まんなくてお腹痛いなんかやってましたちょっとさ笑って飛ぶとあの回りたくなりますくね回りたくなるんですよ、回って飛びたくなる、ずっと回ってね、なんかちょっとそうだからみんなが止まらったらしくて、え待ってみたいな感じで、そう分からないときは正論ですね、それは。本当に分からなかったら言わないんでいいですよ、本当に。なのに何で言ったのって感じです。本当にちょっと爆笑しましたつぼっちゃった面白かったです、それ。でそれが一つのエピソードで、二つ目があるんですよ。これはレミじゃないんだよ、レミの話じゃないんだけど、なんか普通にあのさ女子ってさポケットに櫛入れるじゃないですか、体操服ので。レミたちも入れてんだけど、みんなほとんど。それでオーナーを飛んでて、なんかレミの隣の飛んでる子が櫛が落ちたらしくて、で縄回してる子が何々ちゃん櫛落ちてるよって言ったのに、その子はもう無でずっと正面向いたりしてて、でなんかその子がなんか思わせ人言ってんなと思って、何々ちゃん櫛落ちてるよって言ってるのに後ろ向いて、レイは最初何のことか分かんなくて、え誰かなんか縄まだあれ引っかかってんのかなと思って、そしたら全然気づいてない、あそういうことかと思って落ちてるよってなんか言ってて、それで隣の子もやっと気づいて、あやばいってそれがちょっと面白かった。なんか落ちてるのみんな気づいてるのに誰も拾わないんですよ、ちょっと目の前で指さしてるのに拾おうとしなくて、だから全然隣の子も気づいてないし後ろ見出すし、本当に面白かったっていう、ちょっと語彙力がなくて話しにくいあの話でした。そうだからちょっと面白かったです。まやさんまだありがとうございます。そう櫛落ちてて、面白かった。全然気づいてないのが面白いよね、やばすぎても。ね、その櫛エピソード、その子に関する櫛エピソードがもう一個あってね、またあの次のその時体育館で練習してて、体育館でお名前練習してて落ちたんですよ。それであすぐ気づいてなんか投げたんですよ、その子が櫛を、あーどっか行けみたいなどっか行けっていうか、もう邪魔だからすぐパーって投げたら、なんかスルスルスルって奥の方に入っていって、
なくなったらしくて、なんかどんだけ探してもなくて面白かったです。投げたのがいけなかったよねみたいな。そう、串事件2個。エルさんハート100個ありがとうございます。そう、リンもさ急に投げ始めてびっくりしたマジで。そう、なくなったらしい。なかったらしいです。ノリピーさんかわいい、ありがとうございます。ボーナーは本当に面白い、なんかツボが浅くなります。見つからなかったですね。そう、そう、串なんて本当に何個あっても足りないんで、何個あってもグッドです。グッドグッド。そうなんですよ、そんな感じでオーナーは楽しんでます。そう、オーナーはね最強です。串ねいっぱいあるよね。リーもなんかさ2個とか普通に持ってたのに急に1個なくなるから何個あっても本当に足りないんですよ。ヤッホー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 です。さとちゃんハートありがとうね。なんかさ串ってすぐどっか行くよね、本当に困っちゃうことに。かっこよくこうむこうむこうむって本当にどっか行っちゃうんですよ。ムカデ競争やったことないけど、あれめっちゃ楽しそうじゃないですか。あれですよね、あのなんだっけ、みんな5、6人ぐらいで4、5人か足につけて、はいはいはい、あれ楽しそうだよねムカデ。それから100均の串をみんな持って100均で。竹谷さんかわいい、ありがとうございます。そう、ムカデ楽しそう、マジで。あれはえ、全員でやるとかめちゃめちゃ怖くない？え、リミ怖くてちょ、やめましたやめましたっていうか、なんかこけて、なんか先輩がすごい痛そうだったからこけてて、そう怖いなと思ってやめました。やばいよね、戦闘めちゃめちゃ怖い。すごい、それは。怖いよね、怪我したらもう怖い怖い。そう、体育祭デミダスの後ろに向かってがキャーなんかレイミのクラスに教室にすごいハエがいるんですけど、なんでだと思いますか？そう、すごいずっとハエがいるんですよ。怖い、ハエが。レイミの周りっていうかレイミの教室にハエがいるんですけど、嫌なんですけど、すごいゴミ出ししない、してますよちゃんと。ハエが、ハエ。竹谷さんハートありがとうございます。こけしが配信始めた、嘘マジか。これ被らない方がいい系だよね、被らない方がいいよね。じゃあレミを15分までしようと思います。え、これレミ話したっけ、ハエのエピソード。ハエを言ったっけ。かぶってもいいですか？
けしこけしです。ハエのエピソードレミ言ったっけ。みずさんタコありがとうございます。ハエはなんかすごい教室にハエがいたんですよ。でみんなが「ああ」ってなってて「捕まえられない捕まえられない」みたいな、捕まえられないっていうかずっといるみたいな話になってて、でレミの真上に来たんですよ。そしたら反射的にバーって出ちゃってあの蚊と同じ感覚で、あの潰れてないですよ、なんかすぐどっか行ったけど、あの反射的にバーンってしちゃって、すごい目線を感じたっていう、めちゃめちゃ見られてみんなに笑われたっていうお話です。恥ずかしかったですみたいな超恥ずかしかった、やばいめっちゃ見られてると思って。そうだけど全然潰してないですよ、全然あのどっか行っちゃったんで、すぐもう反そんな反射神経なくて違うんですよ、反射的に蚊と蚊と同じ感覚でバーンってなっちゃって、でももういないんですよ、すぐどっか行っちゃって、そうそれこれで潰してたらやばいよねみたいな話それで友達にハエ叩く人はおらんでしょって言われてめちゃめちゃ面白かった。そう反射的にバーンってしちゃったんですよ。めちゃめちゃ笑いました。ちょっとずっとツボでした。あ、反射神経がいいってことにしていきましょうみたいな。そう、はいね。そう、なんかレミ顔とかもすぐパンってしちゃうから、その癖でしちゃいました。だから蚊は、ま、10回に1回ぐらいしか捕まえられない。ハエは絶対に捕まえられません。すぐさ逃げるじゃん、逃げるの早いから、ハエって本当にピュンブンブンってブーンって、だから捕まえられません、絶対に。なのでこんなんです。恥ずかしかったもん、みんなに見られて自分が悪いんだけどさバーンってしちゃっちゃう、すっごい静かな時にやっちゃったから、それもそれで恥ずかしかった。そうなんだよね、マジでみんなシーンとしてる時だったからさ、バーン、あー恥ずかしいと思って、ああみたいな、そう恥ずかしいエピソード多いんだよね結構、これってお恥ずかしいことで、そう静かな時にやりがちなんだよ、それでみんなの目が痛いっていう悲しい現実ですね。あの空気感本当に気まずいよねあの経験者わかるあの空気感やっちまったみたいな感じのそうだ、前テストの時にもやっちゃったんだ問題用紙をバーンってやるやつ、叩く系多くないみたいな恥ずかしい、テスト中ね、テスト中は強すぎてもうそこから笑いが止まりませんでした。いや天然ではないでしょこれは、絶対に天然ではない。いやテストの時は本当に一番前だったから余計恥ずかしかった、みんなの反応も見れないしさ、パーってそう、あとこれは全然レミが悪いっていうか、レミ自身に関わることだけど、レミはしてないんだけど、なんかテスト中、テストってさロッカーに全部教科書とか詰め込むじゃないですか
それでレミ落ちそうだなって思ってたんだけど、そのままにしちゃってロッカーに入ってるやつを。そしたらテスト中に後ろからバタバタバタって聞こえて、なんか何かが落ちる音がしたんですよ。やばい待って、これワンチャンレミかもって思ったら本当にレミでした。それは恥ずかしかった、やばいと思って、やばいレミじゃねみたいな雪崩が起きましたっていう話です。恥ずかしかった、あれは。なんかさ、レミじゃなかったら全然恥ずかしくないんだけど、なんかレミっぽいかもって思うとさ恥ずかしくなるじゃん。じゃあロッカー汚くないんですよ、めちゃめちゃレミロッカー綺麗な人なんだけど、なんかその時上にも置いてたの、全然入んなくて、カバンのところにも置いてたから、余計さカバンってさだらだらガタガタだから汚くないよ全然。だけどだからそう、それがどん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 と落ちてきて恥ずかしかったみたいな。いやめちゃめちゃ本当にレミロッカー綺麗なんですよ、すごい綺麗です、ちゃんと整頓もしてあって。水さんばらありがとうございます。恥ずかしい、恥ずかしいです、恥ずかしいことしすぎ問題なんですけど、レミはロッカーには教科書とファイルしか入れてません。あとリコーダー。ファンとか入ってませんよ、絶対に。そう、恥ずかしかった。やだ、もうそんな恥ずかしいことしたくない。から気をつけます。そう。置き弁めっちゃめちゃしてそう。教科書は本当に全部持って帰るのは肩がやばいんで、教科書は置いてます。置き弁できますよ普通に、みんなに、みんなしてる。しないですよ、ちゃんとしたロッカーです。私のロッカーマジで綺麗なんですよ置き弁、置き弁はみんなします。置き弁は、置き弁、置き弁、置き弁するよね。早弁はしません。早弁はさすがに、だってレミ給食だから早弁なんてできないし、教科書重いか。給食のいいです。好きな給食のメニューは、なんだろうな、なんだろうな、何が好きなんだろうね。給食の好きなメニューなんて考えたことないけど、なんかタルトとかゼリーは好きです。あとはたまに、めちゃめちゃ1年に1回ぐらいしか出ないんだけど、抹茶パンっていうのが出るんですけど、それが地味に好きで、あとは何が好きなんだろう、なんか野菜で美味しいのがあって、ちぐさーいみたいな、そんな名前だった気がする。そんなのが美味しいんですよ。牛乳は飲めます、もちろん牛乳大好きです。そう、梨丸ごとは出ないけど、そのさ切ったやつは出ますよ。給食はハーゲンダッツしか買った。待って、パワーワード、すごいパワーワードなんだけど、給食にハーゲンダッツなんてすごいリッチ、リッチっていうかすごくない？給食にハーゲンダッツは強い。いいな、食べたい。らっきょうはなんか、らっきょうのタルタルソースみたいなのが出る。野菜ハーゲンダッツ出るの？マジでみんな出るの？
ゴタルト好き、桃タルトも好き、みかんタルトも好き。桃タルトなんて出たことあったっけ。だけどみかんタルト好き。え、嘘、アーゲンダッツ、え、羨ましすぎて、やば、え、いいな、え、いいな、いいな、いいな、分けてください分けてください。さとちゃん、ハートありがとう。あ、出ないよね。え、フルーツポンジは出ます。アイスはたまに出るけど、アイスは出る、たまに。揚げパンね、食べたことはあるけど給食ではないんですよ。だから給食に揚げパン出てほしいなって思う。すごい羨ましい。なんかさ、ソフト麺とかあるじゃないですか、昔ながらみたいな給食の、あれも食べてみたいし、揚げパンも食べてみたい。すごい美味しそう。ナポリタンとかもさ、食べてみたい、給食で。え、東京の給食はハーゲンダッツ、当然なんだ、やば。揚げパン美味しそう。あ、食べづらそう、めちゃめちゃ。ソフト麺ないんですよ。え、だから揚げパンもソフト麺も食べたい、レミ給食で。いや、揚げパンがすごい食べたくなってきた。だけどいいです、私ダイエットしてるんで。ダイエットって言ってもなんかカロリーを気にしてるだけなんだけど、食事制限。え、本当にレミ、あの、すごいことにランニングを最近はしてなかったんだけど、してって、最近っていうか結構最近か。まあ、でなんか一人で無心で2キロぐらい走ってて、やばくない？なんかびっくりした、自分でも。なんかまだまだ走る、逆にまだ走りたいって気持ちになって、無心でずっと走ってたんですよ。なんかすごいし怖いしみたいなそうね、その時は全然汗もかかなくて暑くないんだけど、終わった後にドラーって一気に汗かいてきて、すごいすごいです本当に。手巻き寿司美味しそう、いいな。そう、今日もランニングやろうかなって思ってる。なんかさ、お昼とかのランニングはさ、暑いじゃん、暑いから辛いんだけど、夜とかさ、夕方になると涼しくなるから、最近はまあだから、そう、いいね。そう、元気なんです、レミ。体力は多分戻ってる、戻ってる、戻ってる。レミタンと走るかやってほしい、ぜひ皆さん一緒に走りましょうそう、だからすごい、なんか走ることってさ、やっぱダイエットにもつながるし、お肌も綺麗になるじゃないですか、ツヤツヤに朝が出るから。自転車で参加します。自転車か走る、自転車はラン、違う、バイクオアランですね。そう、散歩も、散歩かランニングをしてるかな最近は。そう、元気にもなるし、いいですよ。そうだけど、なんか駅伝とかってさ、みんなのペースで走るからさ、余計さ、レミ向いてないんだわ駅伝きっと。なんか自分のペースで走りたいし、一人で走りたい気分、なんて言うんだろう、なんかなんて言うんだろうね、駅伝絶対向いてない気がする。あ、しかもあれはめちゃめちゃ暑い時間帯にやってたからきつかったっていうのもある。ハマーさん、ハートワークありがとうございます。レミ絶対短距離より長距離の方が得意だしみたいな。10キロ絶対無理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 、絶対無理、最低3キロぐらい。そう、辛かった駅伝、駅伝本当にきつかったです。焼けたしね、多分駅伝でめっちゃ焼けた。いや、疲れる疲れる疲れる、めちゃめちゃ。あ、15分になった、本当だ。じゃあいい感じのところでランキングを読みたいと。
フルマラソンって何キロ？フルマラソンは100キロ500キロ500キロはさすがにない、待って行き過ぎ、50キロぐらい、10キロとか、10キロどうだ、前3ポエミーだっけ、マイミーだっけ、なんだっけ、なんだっけ、ポエミーみたいな、ホイミーだ、ホイミーありがとうございます。100キロやばいか、さすがに10キロか、さすがに、42.195、え、なんでそんなに細かいの？すごい、 42.195 キロ、え、中途半端じゃない？え、ならさ 42.195 キロだったら四捨五入して42キロじゃないの？え、そういう決まりなんだ、すごい、なんかすごいね、初めて知った、お勉強になりました。地球一周を割り算するから、謎い、割り切れなかった、え、何その逸話、え、気になる、すごい、めちゃめちゃ面白そうな逸話、謎じゃない？ 42.195 キロすごい謎い、不思議ですね、それは面白そうな、いつも謎だんじゃない、びっくりしたもん、 42.195 キロすごい、めっちゃ覚えやすいね、でも 42.195 キロ、そうなんだ、すごい不思議な逸話ですね。そう、今日も一つ勉強になりました、ありがとうございます。じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。13位はベベモンさん、ありがとうございます。12位ジョークスノーさん、ありがとうございます。11位、待ってこれね、見たぞ、755の返信ね、このアバターの方はともおさんかな、ちょっと待って、ちょっと待ってね、名前が表示されないんだよねって言ってたのを思い出しました。どこにあるっけ、わかんないな、ともおさんっぽいよね、やっぱり、あ、押したらともおさん出てくる、あ、ほんとだ、え、すごい、ほんとだ、ともアットマークレミグミさん、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんご協力ありがとうございます。10位アンヤマコさん、ありがとうございます。9位ミズさん、ありがとうございます。8位マジカナバナナアットマークレミグミさん、ありがとうございます。7位たかゆきさん、ありがとうございます。6位おーちゃんレミグミ、レミたんの笑顔が大好きさん、ありがとうございます。5位ケネッチさん、ありがとうございます。4位ともかっこお出かけ中さん、ありがとうございます。3位レイドさん、ありがとうございます。2位ヌリピアットマークランウェイのレミちゃん見たいさん、ありがとうございます。そして1位はさとちゃんとまかえみちゃんにみたねみかみよしのにゃんこさん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。ではラキレミ。49位ふみやとまくラリルレレリランチュさん、ありがとうございます。イエーイ。こちら74位 OCU48 研究生さん、ありがとうございます。イエーイ。75位まえじゃ、間違えました、ごめんなさい、普通に読んじゃった。ラスト、96位前田敦夫さん、ありがとうございます。合ってるよねこれ、まあ、敦夫さんって読むよね。ありがとうございます、皆さん今日もありがとうございました。あきれみの皆さんおめでとうございます。
ではスクショ。何のポーズしよう。うさぎ。皆さん今日もありがとうございました。また明日から1週間頑張りましょう。あ、最後にキャッチフレーズをしたいと思います。はい、星の国鳥取県からやってきました。どう？ありがとうございます。中学3年生14歳の徳永凛美です。よろしくお願いします。イエーイイエーイイエーイ、ありがとうございます皆さん。ではまた来週か、まあ、いつかできたらします。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。